日本国有鉄道3位本線列車運行図表を1949年9月15日改正東日本旅客鉄道、白新線、上越本線のダイアグラム2007年3月18日改正公共交通機関におけるダイアグラムとは列車や便の運行計画を表現した線図である。運行図表とも言う。列車や便の所要時間、停車時間や行き違いが一目でわかる。 鉄道においては、列車の運行計画、スケジュールのことを列車計画あるいは列車運行計画などと呼び、それを図表に表したもののことを列車運行図表という。ダイヤグラムはこの列車運行図表のことを指す言葉で、あったが列車運行計画自体をダイヤと呼ぶようになり、列車運行図表のことは区別してダイヤ図などと呼ばれるようになっている。線の形がダイヤに見えるから、 ダイヤと呼ばれているという説は誤りである。日本では列車の運行計画だけでなく、リアルタイムの運行管理においても列車ダイヤグラムの画面を操作する方式が一般的であるが、イギリスなどで用いられている運行管理システムの画面は線路や列車を模式化した画面を操作するものが一般的で列車ダイヤグラムを使って操作する方式はあまり用いられていない。一般に 鉄道のダイヤグラムは、時間を横軸、距離を縦軸に取り、停車場名を縦軸上に配置したグラフ上の形態である。逆に距離を横軸に、時間を縦軸に取ったダイヤ図も用いられることがあるが、基本的な考え方は同じである。以下、時間を横軸に取った形態を前提に説明する。下りの起点域が一番上に配置され、ここを原点として距離は下向きに、 時間は右向きに増加する。そして一つの列車は一本の線で表現される。したがって、始発駅を出発した列車、すなわち、下り列車は右肩下がり、反対に上り列車は右肩上がりの折れ線を描く。できるだけ筋が直線となるよう、駅は通常駅間の距離ではなく所要時間に基づいて配置される。線の傾きは列車の速度を表し、 速い列車ほど線の傾きは大きくなり水平線は停車を表す。単線区間においては駅間で上下列車の交換ができないので駅間で筋が交差することはない。伏線区間であれば上下列車の交換はどこでもできるので駅間で筋が交差することがあるが追い抜きはやはり対比設備のある駅に限られる。こうした 対比関係はダイアグラム上で図示すると一目瞭然となる。このため、単線区間と複線区間の配置などもダイヤの脇の型に併記されている。このほか、電化区間や自動列車保安装置など列車の運行に影響を与える情報が併記されている。一般に公表される時刻表は1分単位であるが、ダイヤの上ではもっと細かい単位で計画が立てられている。 この目的で、筋のエキセントの交点には、秒単位での発着時刻を表現する記号が付けられており、鉄道会社内部ではこの記号のことを、ヒゲポツなどと呼んでいる。この記号の使い方や、時間単位は、鉄道会社によって異なっている。ダイヤ図には、列車筋の以外に、列車番号、着発番線のほか、入りで区や、連結、開放などの作業や、 停車場の特徴及び列車の種類を示す記号などが記されている。なお、上の形態に対して車両の運用や乗務員の乗務スケジュールを示すために作成される箱台や校内作業計画を行うための校内作業台やと呼ばれるものがあるが、スケジュールや計画を鉄道の運行図表になぞらえたあくまでも俗称であり、区別のために通常のダイアグラムを 山形と呼ぶ場合がある。箱ダイヤに関しては、運用を参照。パターンダイヤ周期的なダイヤを作成することがある。このように作られたダイヤを、パターンダイヤと呼び、その周期が N 分であるとき、時間の間隔をとって、N 分、サイクル、または N 分パターンのように言う。N は、多くの場合、5、6、10、12、15、20。 30といった60の約数である。60の約数にすることでマジの発車時刻が同じになり、利用者にとっては記憶しやすいダイヤとなる。これによって利便性の向上や利用客の増加といった効果を期待することができる。また、単線区間や対比がある路線においては常に同じ駅で列車交換、対比を行うため、交換、 対比駅の削減や副本線を使用する時間の限定などの効率的な運用が可能となる。フリークエントサービスを指す場合、高度に周期的なダイヤを設定することを指す場合が多い。平行ダイヤ鉄道の場合、原則として駅、信号場内し信号機総五貫あたりに1列車しか進入できないことから、設定可能な時間あたりの列車の運転本数には、 おのずと限界がある。その場合、速度の異なる列車が混在すると、設定可能な列車本数が減少してしまう。そのため、すべての列車の速度を列車種別や停車駅に関わらず一定にして、追い越しを行わず、運行する列車の本数を極限まで増やし、輸送力を確保することが行われる。この時、ダイアグラム上には列車を表す線が平行に描かれることから、 平行ダイヤと称される。混雑率の激しい線区では、列車種別を単一に設定することによって、混雑率が平準化されて、列車の遅延を最小限に抑えられるといった利点も、ある一方で、平行ダイヤの導入前よりも、到達時間の増加を招くことがある。日本国内では、ラッシュ時の中央快速線、京王井の頭線、名鉄瀬戸線、JR 京都線、 神戸線などがその代表例として挙げられる。なお、千鳥停車を併用し、速度向上を兼ねて停車駅を複数の駅に分散する形で、速達列車を運行する場合もある。ネットダイヤ蒸気の平行ダイヤの類例として、単線区間において列車交換可能な駅や信号上のほとんどで交換し、最大限に列車を設定することがある。この場合、 ダイアグラム上では、網の目のように列車を表す線が描かれていることから、ネットに例えて、ネットダイヤと称される。現在、日本国内で、ネットダイヤを形成している線区として、東武野田線、江ノ島電鉄線、湘南モノレール江ノ島線、名鉄三河線、名鉄竹花線、橋間線、伊豆箱根鉄道大大山線、近鉄田原本線、近鉄生駒線、 近鉄長野線などが代表例として挙げられる。曜日台や大都市圏など曜日により移動の周期が異なる場合、その周期に合わせたダイアグラムを組むことがある。こういった場合、平日と土曜日や日曜日宿日などの休日とで構成が異なるダイアグラムを組む場合が多い。土曜、休日は平日に比べて朝夕通勤時間帯のラッシュが激しくないため、 と、土休日ダイヤは平日ダイヤと比べて朝及び、夕方引く夜間の本数が減少している場合が多い。特に土休日ダイヤの夕方は、日中とほぼ同じダイヤを組んでいることが多い。かつて週休二日制が一般化する前は、土曜日も平日ダイヤで運行している路線が多く、あったが、週休二日制の進展に伴い土曜日ダイヤに分割された後、現在では休日と合わせて、 と、休日ダイヤで運行していることがほとんどである。昼間は平日と土曜、休日で同一のダイヤとするケースが多いが、中には路線の実情に合わせて本数を増減させている例もある。最終列車については、平日よりも土曜、休日の方が早い事例も多く見られる。また主として、旅行に使われる特急、急行などの優等列車は、 と、土休日の方が多く設定されることが多く、観光や行楽としての役割の高い SL や、トロッコ列車、ジョイフルトレインに関してはお盆などの長期休暇中を除き、平日に運行されることは、ほとんどない。季節ダイヤ繁忙期となる季節がある路線では、その時期に、別のダイヤが組まれることがある。季節ダイヤは、ダイヤ改正時に、あらかじめ考慮に入れてあることが多い。 1> 約1ヶ月以上にわたる大規模なものとしては、外防線、内防線や小田急への島線、京浜急行電鉄で、かつて海水浴シーズンに行われた、海水浴ダイヤ、夏ダイヤ、京王電鉄のシーズンダイヤ、名古屋鉄道の初詣ダイヤ、京阪電気鉄道の休日特別ダイヤ、春の特別ダイヤ、秋の特別ダイヤなどがあったが、現在ではいずれも消滅している。 現在も行われている季節ダイヤとしては、京阪電気鉄道の正月ダイヤや垂水鉄道の桜ダイヤ、西武鉄道や秩父鉄道の夜祭りダイヤなどがある。また、愛知高速交通東部丘陵線では、沿線大学の開校期間と休業期間で利用状況が大きく異なることから、2013年3月16日より、大学開校期間を第一ダイヤ、それ以外の期間を 第2ダイヤとして、平日に限って、季節ダイヤを導入している。京阪本線の初詣ダイヤでは、定期ダイヤでは朝以外設定されていない。急行が日中に10分ヘッドで運転されるなど、通常のダイヤとは全くパターンが異なる。初詣ダイヤは、西日本鉄道、阪急電鉄、名古屋市営地下鉄、京成電鉄、京浜急行電鉄、東武鉄道、 近畿日本鉄道の特急、急行や JR 西日本奈良線、桜井線などでも行われている。また、毎年大晦日から元旦にかけて各社で実施される週夜運転も季節ダイヤの例と言える。特別ダイヤ何らかの理由により、季節ダイヤとは別に旅客需要の増大や減退が見込まれる場合、運行本数を通常の繁忙期よりも増加もしくは閑散期より、 減少させた特別なダイヤが用いられることがある。2020年には新型コロナウイルス感染症が蔓延していることを受け、運行本数を大幅に減少させた特別ダイヤが多くの鉄道事業者で見られた。ダイヤの規模を測定するためには設定されている列車本数を数える方法が最も単純であるが、この方法では長距離列車と近距離列車が区別されない。 このため、列車の走行距離をすべて合計した列車キロで、ダイヤの規模が表される。一方、一本の列車の編成の長端により必要な車両数に影響が出るので、列車キロにさらに使用する車両数をかけて車両キロも算出され、これが使用する車両数を検討する根拠となる。列車キロ。 車両キロでは距離を合計しているのに対して、運転される時間を合計して計算したものは、トレインアワー、カーアワーと呼ばれる。トレインアワーは、乗務員の拘束時間が計算できるため、必要となる乗務員数を検討する根拠となっている。イギリスの運行管理システムの画面は、線路や列車を模式化した画面で操作するものが、一般的で、列車ダイアグラムを使って操作する方式はあまり、 用いられていない。鉄道事業者が地方運輸局に列車運行計画として届け出た列車運行図表について総務省の情報公開、個人情報保護審査会により情報公開の請求に対し不開示との決定が行われている。各鉄道事業者における運行計画作成のノウハウが含まれていることが理由とされている。しかし列車運行図表は 鉄道ダイヤ情報などの鉄道雑誌に掲載されているほか、業務用の実物も各鉄道会社のイベント、鉄道市民用品店やインターネットオークションなどで多くで回っており、比較的入手は容易である。なお、西日本鉄道では現行ダイヤの列車運行図表の縮冊版を主要駅窓口で販売している。ダイヤの作成ダイヤの構成は運輸部輸送課の担当である。 筋じやと、俗称される、専門職がここに存在する。職名の由来は、ダイヤの複雑な線を引くことに由来する。その作成には、路線ごとの輸送需要や線路容量を、車両の速度種別や、運用効率、乗務員の運用等が勘案される。所要時間については、車両性能や、制限速度に基づき地点ごとの速度を表した、運転曲線から、 基準運転時分を定め、そこに停車時分や余裕時分を加えて決めている。普通列車と比べ、優等列車の運転時刻が優先的に決められる場合が多い。また、線路の容量をフルに使うのではなく、ある程度の余裕を見込む必要がある。特に保線作業を行うために必要な時間を確保する必要があり、通常は夜間に、 保守前が確保されるが、主要な路線においては、夜行列車や貨物列車の運転との兼ね合いが、最大の問題となる。また、昼間に大規模に列車を運休して、リフレッシュ工事を行う路線もある。手順としては、最初に1時間ごとの大まかなダイアグラムを作り、その後10分ごと数分ごととダイアグラムを作っていき、最終的には15秒単位の2分目ダイヤを作っていく。 路線によっては1分目ダイヤを使うこともある。混雑している路線でより多くの列車を運行するためには、閉塞区間の距離を見直す方法や、新型の運行保安装置にしたりといった方法がある。折り返し駅における計画は、ボトルネックとなりやすく、駅の配線を最適化したり、乗務員の折り返しを同じ列車ではなく後の列車にする。 段差げ分用を採用したりといった方法が取られる。また、列車間隔が短い路線において乗降客数が多い駅では、2つの番線に交互に列車を停車させる、相互発着を採用するところもある。ダイヤ改正鉄道、バス、船舶などの公共交通機関において、ダイヤグラムはその時の輸送実態や、路線網の変更や、設備の強化に対応するために、 定期的に更新する。これがダイヤ改正であり、日本国内では各地で毎年ダイアグラムが更新されている。上りと折り鉄道においては原則として鉄道用欄などに掲載された正式な起点に向かう方向が上りであり、これと逆へ向かう方向が下りである。ただし運用上の起点によって上下が違う場合がある。 日本の鉄道路線は多くが首都東京特部の中心駅である東京駅に近い方向の駅を視点と定めているため上りは東京駅に近づく方向下りは東京駅から遠ざかる方向となる場合が多い。したがって対岸同士を結ぶ路線は本州では太平洋岸や瀬戸内海岸に向かう方向が上り日本海岸に向かう方向が 下りとなる路線が多い。四国では瀬戸内海岸に向かう方向が上り、太平洋岸に向かう方向が下りとなる路線が多い。ただし、例外もいくつかあり、例えば竹戸予線は建設時の経緯から行き止まりにあたる竹豊池へ向かう列車が上りとなる。京阪本線や阪急京都本線では、 大阪市を基準に起点及び終点を定めており、起点が終点より東京駅に遠いため、起点へ向かう方向が下り、逆へ向かう方向が上りとなっている。また、進行方向が同じで、似たようなルートを通るのにもかかわらず、上り下りが逆転する路線も存在する。愛の風と山鉄道線、越後ときめき、鉄道日本海水ライン。 この三路線にいずれも金沢及び金沢よりが起点なので、三路線を合わせ、糸井川方面イコール下り、金沢方面イコール上りだが、北陸新幹線は高崎が起点となるため、糸井川方面イコール上り、金沢方面イコール下りとなる、アーバンネットワークでは上下の区別は行わず、方面を意識した案内を行っている。九州旅客鉄道の場合、 開業時に最も東京寄りであった文字公駅を視点とした鹿児島本線を基準として、上り、下りを決定したため、その概念が狂う場合があることから、自社での案内を駅方面とする旨を告知している。また、環状運転や東京駅方面が中間に位置する場合や、複数の路線を越える運行を行う運転系統では、上り、下りという言い方をしない場合がある。 一下に例を挙げる。列車番号、便名鉄道の場合、列車を効率よく運行するために必要な管理番号として列車ごとに与えられる列車番号がある。これに相当するものは路線バスやダイアグラム自体が存在しない航空機、定期客船などにも存在する。前運用車両運用の効率性もダイアグラムを作成する際の重要な要素である。列車により、 使用車両を限定する場合にはその車両の運用を優先する形でダイヤ作成が行われるが使用車両を限定すれば回送列車や長時間運行されない編成が発生しやすくこれは運用上の無駄となるそのため換算路線や通勤時などは車両の運用効率を高めるために特急系車両や急行系車両など本来用途が限定された車両を異なる 種別の営業列車に使用することがある。これを一般に間合い運用と称する。これには、優等列車に使用する車両を普通列車、快速列車に充当するというケースが多いが、講義には、通常とは異なる、路線、列車種別で車両を運用することを指す。車両基地への回送線を利用した、博多南線や、多くのホームライナーについてもこの間合い運用の一、形態であり、 一部の特急、急行列車についてもこれに準じた運用がなされることもある。また、回送列車を営業列車とした送り込み輸送と呼ばれるダイヤもこの形態に分類される。保管列車保管列車とは補助列車とも言い,い、運用上の機関列車の輸送を補助するために運行される列車のことを指す。ただし、このような言い方は、 必ずしもすべての列車が当てはまるとは限らず、あくまでも補助、保管の役割を有することがあるという程度の相対的な言い方である。おおよそ以下のものに分類できる。なお、特急の続行運転など、同等の列車を始発駅付近で続けて運行する場合、車両、編成内容などが大きく異なる場合がある。こういった場合は単に基幹列車、保管列車というより、 性格が異なる。別個の列車と見ることができる。定期列車、定期便一定の区間で定期的に運行されるものを指す。ダイアグラムを平日、休日などで別個に定めている場合には平日のみ、あるいは休日のみ運行されるものも含まれる。対して臨時に運行されるものを臨時列車、臨時便と称する。国際線の航空航路、長距離船舶航路などでは、 その所要時間から、機材、船舶の運用工程が長く、1行ほどが1週間、あるいはそれ以上となる場合が多い。便数が、週 N 便と告知されるのはそういった事情があるためで、ある。臨時列車を運転するときは、定期列車を、対比や交換等のために発車時刻、発着番線の変更を行うことがある。その場合、定期列車の利用者が、 通常通りに駅に到着しても乗り遅れてしまう、問題が起こらないように、対比駅での装着、もしくは対比駅以降での延発を行い、ほとんどの場合は総発を行わない。中高と夜行一般には、運行する時間帯により昼行列車、または中高便と夜行列車、または夜行便とに分かれる。そのうち、中高とは、一日のうちに、始発駅から、 終着駅まで運行される列車を指す。ただし、1日のうちにというのは、0時をまたぐかどうかではなく、おおよそ終便と市便の間の深夜帯にまたがるか、どうかで判断する。従って、深夜24時を多少過ぎて、終着駅に到着する列車でも、中高とされる。逆に、日付上は1日の間で運転されていても、 深夜から翌朝にかけて運転される列車は夜行とされる。例えば、九州新幹線開業以前に運行されていたドリームツバメでは、始発駅となる博多駅の出発時刻が0時過ぎのため日付上は1日で運行されているが、終着駅への到着が翌朝になるため夜行列車の扱いであった。路線バスの場合、通常の終車後に運行される深夜バスも、 車中泊を要するような所要時間とはならないため、中航便の延長であることが多い。空港の発着の管理では、交差部の安全距離確保やレーダー間隔の確保、その他気象条件などの諸条件を考慮し、ダイアグラムを作成して処理容量の試算が行われる。ありがとうございます。